サンローランドセルダンは、フランス、奥下にー地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。サンローランドセルダンは、1940年10月17日の24時間に、降水量が1000ミリメートルとなった記録を持つ。1940年10月16日から10月20日の5日間で、降水量1930ミ、mm、リメートルを観測した。セルダンの集落は、 1168年にレマシュでサーデンズとして現れる。実際のサンドオーランドセルダンにはサンドオーラン教会と農家の家があった。村はサントマリードクストゥージュと合併し、1011年以降アルルの修道院に依存した。17世紀から18世紀、村の地理的状況からここは非合法な貿易が行われる場所だった。密輸のおかげで、 エスパドリーユ産業と基地産業が1950年代まで盛んであった。現在もクレアシオンカタラーヌのエスパドリーユ工場やレトワールデュソレイユの基地工場が稼働する。参照元 INSEE。ありがとうございます。